皆さん、新年明けましておめでとうございます。フルート大好きミミユです。はい、皆さんお元気ですかね。健やかに新年をお迎えのことと思います。はい、今日はですね、新年のご挨拶とですね、あと、今年ですね、どんな風に私がフルートの練習を頑張っていこうと思っているかの話をね、させていただければと思います。いつもね、見ていただいて本当にありがとうございます。1月に、ね、なりましたの で、ですね、私のフルート歴がですね、1年3ヶ月に入りました。1年3ヶ月になりましたですね。はい、まるまる1年3ヶ月練習をしてまいりました。はい、で今のね、私の現状、演奏動画ね、最近の分見ていただいたら、私の今の現状っていうのは、もう聞いたら一目瞭然というか、はい、分かられると思うんですけれども、この1年ね、何を共にね、頑張ってきたかなって振り返ってみると、昨年1年ですね。アパチュアね、やっぱりね、決まらなくって、やっぱりアパチュア決まらないと、いろいろね、基本的にアパチュアが決まらないと、ちょっと曲吹いてもどうしていいか分かんないみたいな感じになっていたので、とりあえずアパチュアをある程度ね、形を作りたいと思って結構試行錯誤してたんですね、去年1年ね。始めたばっかりだから当たり前なんですけどね、何が正しいか分かんないっていう状態で、いろんなことをやっていました。最初ね、左の方に穴を、私唇が厚いっていう動画もね、開けてるんですけど、左側にね、この辺にパチュアを作った方がうまくいくのかなと思って、それでちょっとね、頑張ってしばらく頑張っていたりとか、結局ね、その、左側にアパチュアを作るために、この辺両側にね、ちょっと軽く力を入れて、こう左に綺麗に寄せようと思って頑張ってたらね、真ん中にね、結局のところを真ん中に穴が作れるようになって、そっちの方がね、良さそうだっていうことになって、結局のところ、今ね、アパチュア、真ん中に、特に低音域、中音域は、真ん中にアパチュアが、作れるようになって、それでちょっと安定してるかなって思うので、それで今練習をね、するようにしています。基本的に低音域、中音域は真ん中にアパチュア、そして高音域はね、3オクターブ目になってくると、アパチュアをね、ちっちゃくしていかないと、もう息のスピードもですけど、アパチュアをちょっとちっちゃくしていかないといけないので、多分ね、左寄りに、なっていると思います。こんな感じ、今の私の現状は、アパチュアについては、そういった状況に落ち着いてきました。今のとこですけどね。はい、ということで、アパチュアが、やっとね、自分の中で、私はこういった形がいいのかなっていうのが、昨年1年でつかめてきたので、アパチュアはしばらくこれでやっていこうと思っています。で、アパチュアが一応形になったので、次はね、いっぱい気をつけることがあるんですけど、3点指示も、うまくいかなくって苦労してますっていう動画を上げたんですけど、3点指示ね、やっぱりね、すぐにはね、1年3ヶ月やってきたけど、まだ不安定、難しいです、やっぱり3点指示ね。でもやっぱり、指がね、自由に動かないといけないんですよ、基本的にね。早いパッセージ、フレーズとかをですね、楽譜通りに吹くためには、指がね、自由に思うように動かせないといけないので、それをね、するためには、3点指示がね、できた方が多分ね、指が全部動くっていうバランスだと思うんですよ。いろんな工夫の仕方で指が動けばね、それが一番の目的なので、いいんだとは思うんですけど、私がね、どうしても左の小指で支えちゃうんですっていうようなお話をしてたんですけど、やっぱりね、左の小指で支えてると、
他の指の動きが悪くなるんじゃないですかって心配してくださって、あのアドバイスしてくださった方がいて、あ、なるほどね、やっぱこう小指で支えるっていうやり方だと、指が動かしにくかったりするっていうデメリットもあるんだなと思って、その方のアドバイスをいただいてね、まあ、ちょっと若干やっぱり、左手にね力が入らなくって、指がねとりあえず楽に動かせるように、あの構えれるように、あの3点指示についてもまだ練習中というか試行錯誤をしています。そうですね、3点指示についてはそのあたりを、頑張っているところですね。3点指示もね、やっぱ時間かかるような気がしますね。私もまだまだ不安定だし、指のね動くのもねやっぱりね、指が思うように本当動かなくって、神経が指の神経が動かないっていう感じなので、そこもねやっぱり練習がね、うまくなりたければもう練習するしかないし、指もね動かしていくしかないので、構えの練習とともに指のね動きもねしっかりできるように両手ね頑張って、これも指の運動もね練習に入ってきますので、これもしっかりね、早い曲もちょっと頑張ってね吹けるようにしたり、思うように動かない運指は、重点的に練習したりしてですね、そこも頑張っていきたいなと思っております。タンギングとかね、もう私もタンギングね、なんか難しいなって感じていらっしゃる初心者さんやっぱりいらっしゃるのかなっていうので、私もね本当タンギングっていうものをね初めてフルートを始めて知るわけですよ。タンギングって何ぞやっていうところからですね入っていって、やっぱりタンギングねよくわからなくって、難しいなと、今もね思っています。タンギングね、息を切っていくっていうことだと思うんですけど、なんかダブルタンギングとかトリプルタンギングとかあるんですかねもうそのあたりはもう全くノータッチなんですけど、タンギングねやっぱり、フルートを吹くにはやっぱり基本ですごく大事なんだなっていうのを、1年3ヶ月目にしてですね、感じています。タンギングをすることで、音がねやっぱり綺麗に出るし、フルートらしい音を出していくためには、タンギングすごく大事ですね。なので、タンギングの重要性を再確認したっていうのがあるので、タンギングね上手にしていきたいなと思います。でね、初心者さんがねなんかちょっと難しくってよくわからないって感じるのは、やっぱね息がねこう上手に長く安定的にまず出せてないのかなっていうのは、私の経験でちょっとあって、息をねまずしっかり出すように、長く安定的に出せるっていうところから、それを切っていく、下でその息を出しながら、下の、私はね結構下先を今使って、それが正しいかどうかちょっとまだねわからないんですけど、私は今は下先をねあんまりこう力強くするんじゃなくって、下先でねちょっと息を切っていくぐらいのタンギングにしています。あんまりこう強くしてしまうと、音が切れてしまって、そういったタンギングが必要なところもあるのかもしれないけど、こう曲の流れの中でタンギングをしていくってなったら、あんまり強すぎるタンギングっていうか音が切れすぎてしまうのもなんかちょっと、流れが悪くなるような気がするので、私今のとこですけどね、下先で息を切っていくような、息を出してる中で息を切っていくような感じでやっています。どうですか、合ってるのかな
もう私のね、見てくださってる方本当にベテランの方がいらっしゃるので、間違ってたらコメントにぜひこういうもんですよっていうのはぜひ教えていただけるとはい、私も勉強になるし、見てくださってるね他の初心者さんにも勉強になるので、よかったらねタンギング詳しい方いらっしゃったらぜひぜひ教えていただけたらなと思います。タンギングはねやっぱりイメージがつかめないんですよね。やっぱ初心者、私もそうですし、こうなんか口の中だしね、何が正しいのかちょっと分かりにくい、初めて出会ったものだし、つかむの難しいですね。まあ、最初はやっぱりねこう息の息をね安定的にこう出していく、圧力お腹から出していくっていう、この圧力がないとタンギングってちょっとしにくいのかな。こう切っていくのにこう出てないと、息が出てないと切れないから、息が出しちゃんと出てないと切れないから何度も言ってだからやっぱりこう息をしっかり出すっていうのもやっぱり、始めたばっかりの方ってできてなかったりねするし、私もまだできてないんですけど、そういうとこが影響してるんじゃないかなっていうのをちょっと感じています。はい。で、あとはまあそれに続いていくんですけど、ブレスね、私もブレスの位置がね適当なんですよね、これはねご指摘もいただいてるんですけど、やっぱりブレスの位置っていうのをしっかり決めて、それに合わせて息をねコントロールしていくっていうことは、すごく曲をね吹いていく上ではすごく大事だなっていう風に感じているので、やっぱブレスの位置、息の出し方にもつながるんですけど、ブレスの位置っていうのもね今年は頑張っていきたいなっていう風に思っていますね。ブレスねしっかり、なんかね私ね同時に何かをするっていうことがねできない人なのでね、本当に今話していった中もいっぱいあるじゃないですか、やっぱちはね3点指示ね、タンギング、これらをね、あと息のブレスねしっかりしていくとかを全部一緒にやらないといけないんですけど、やっぱね一つずつしかねショートこう意識って、私一つ一つしか意識できないからなかなか難しいね、全部まとめてこうやるのはね。でもしょうがないかな、私はそういったタイプの人間なので、同時にこう意識できる方はしていただいた方がいいし、その方が絶対うまくいくんですけど、私はもう一個ずつねアパチュアできたと思ったら次、そうだな、3点指示気をつけて吹く、アパチュアできた、3点指示できた、で次に、タンギング気をつけて曲吹いてみようって思ったらタンギング気をつけて吹いてみる、でその次、それができてきたらお腹からのブレスの位置っていうのを決めて吹いていく、でね多分ね次のやつやっていったら前のやつどんどん抜けていくんですよ多分であれ抜けてる、やっぱり3点指示あれ姿勢おかしくなってるとか思ってねまた戻っていくんですけど、それをね、ぐる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 やっていくわけですよ。私のやり方だとね基本的にぐる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 1つやって2つやって3つ目やって4つ目やって、でもやっぱり1つ目抜けてるからまた1に戻ってっていうね、こうぐる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 やっていって、そのうちちょっとずつ身について、最終的には気がついたら全部できてるみたいなところを、そういう練習していく方法かなっていう風に感じていますはい。なのでね多分ね一個ずつね、テンポ、あとテンポね、メトロノームちゃんと使ってテンポ、楽譜のテンポねしっかりするっていうのもあるし、本当にいっぱいねこうやらないといけないこといっぱいあって、あと高音域ももっと綺麗に出したいしっていうのもあるし、あとそうね今高音域ね音出すだけだったらね C フラットC まで、一番高いところの C までね、一応出ましたね。音としては出るようになりました。はい、おかげさまで。でもね、本当に出すだけ。で、一番高い、一番上のドは出ないんですよね。もう一息かなっていう気もしますけども。はい、っていう、音のね、出るかって言ったらそこまで、C まで出ましたよ。でもね、綺麗に出すっていうのは全然ダメ。本当に綺麗に高音を響き渡らせて、
聞いていて心地いい高音を出せるっていうのは本当に程遠い状況です。とりあえず出た、やったっていうところですはい、っていうところですね。はい、なのではい、もう高音も綺麗に吹きたいし、低音もしっかり響かせたいし、 もっともっとねフルートをね上手になりたいんですよね。だから課題を見つけて一つ一つ取り組んでいくっていうことですね。はい、今年ね頑張って今1年3ヶ月まるまる終わったところなので、まあ、今年は2年ねしっかり2年目にねこう2年っていうのになっていくので、まあ、どこまで上達できるのかなっていうのは自分の中でも楽しみだし、まあ、やっぱりねフルートって難しい楽器だなっていうのもすごく感じているので、まあもうね、こう耳肩上がりにはね成長していくのは本当に難しいんだろうなっていうのも思うので、まあ、なかなかねどこまで上達するのかなっていうのは、まあ、不安でもあり楽しみでもありっていうところが正直なところです。はい、ね、一緒にフルートねされてる方、フルートされてる方ってねちょっとマニアックな方がね多い気がするんですよね。私もちょっと変わり者と言われるタイプの人間なんですよね。だって難しいって言われてるのにやるんですから難しいよってね言われてるのにでも やろうとしてしまうっていうのはねちょっとなかなか変わってるところがあるのかもしれないですよねでもそれだけねやっぱフルートをね大事に思ってるっていう気持ちが強くって、私はいいなと思います。はい、なのでねフルート大好きな愛護家の皆さん、ぜひね一緒に頑張っていきましょうということで、はい、まあ、新年の挨拶を含め現状とあと来年に向けての私の課題ですね、お話しさせていただきました。はい、お正月どうですか皆さん、練習されてますかね。私ね、家族がね一緒にいる空間では吹けないんですよ基本的に。ちょっとねいろいろねお正月準備頑張ったからちょっと吹かせてもらおうと思って調子に乗って吹いてたらねやっぱりね、掃除できとらんやんって言われて部屋片付いとらんのに笛ばっかり吹きやがってって言って怒られましたちょっと頑張ってるよみたいな感じでね、はい、でも言われてしまったので、はい、いそいそとフルートを片付けてですね、はい、お正月の準備させていただきましたまあ、いろんなね障害がありますねフルート練習にはまあ、私のようにね家族にちょっとね応援していてもらえないっていう人もいれば、まあ、仕事が忙しい方もいるし、まあ、いろんな理由でねフルートね趣味で頑張るっていうのはねいろいろ大変なんですけど、でも私も負けないぞ、もう上達頑張ってしてやるぞと思ってますのでね、はい、皆さんも負けないでいろいろね苦労もあると思いますよ、大人になってフルートね頑張ろうと思ったら。だって時間練習しないと上達しないし、そういった楽器だと思うからですね、頑張りましょうね、負けずに、私も負けないよ何戦ってるんだっていう感じですけどね。はい、楽しくね今年も1年ねフルート吹いていきましょう。課題も見つけたり、自分でね気に入った曲を楽しく吹いたり、いろんなねもう本当に楽しみながらねやっていくことが一番の継続していく秘訣かなと思いますので、はい、よろしくお願いします。私もはい楽しんでね頑張っていきたいと思っておりますので、今年もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい、では今日はお話動画ちょっと長くなりましたけどね、お付き合いいただいて本当にありがとうございます。はい、ではまた演奏動画とか、あと、まあ、お話動画もね、載せていきますので、はい、またぜひお付き合いください。皆さんの近況報告など現状などもよかったらねコメントに載せてください。いろんなね苦労話などもよかったら載せてください。はい、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。